日本人なら誰でも知っている国歌「君が代」ですが、その真の意味についてはほとんど知らされていない。確かに日本の国歌は「君が代」ですが、「君が代」は「千代に」「八千代に」「さざれ石の岩尾となりて」「苔の娘まで」以上の歌詞ならよくご存知かも。しかしこの歌の意味を説明しろと言われたら、実は正確には答えられないのですが、海外では大注目でした。ではどうぞ。今回は日本の国歌「君が代」を取り上げたブラジルのサイトの投稿から。映像では「君が代」とともに日本の文化、伝統、自然、建築物、テクノロジー、皇室、近代的な街並みなど、伝統とモダンが共存する日本の姿が紹介されています。親日国ブラジルということもあり、コメント欄やシェアページには「君が代」そして日本に対するポジティブな意見が殺到していました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。ブラジルの国歌を聴くときもそうだけど、日本の国歌を聴くといつも涙が出てくる。日本のような国は他にない。日本の存在を人類として誇りに思う。戦う必要がある場合には勇敢に戦い、平和な時にはハッピーに日々を送る。世界に日本があってよかったよ。日本の魅力が詰まってる素晴らしい映像だった。日本という国も日本の国歌も本当に綺麗だし、やっぱり調和を大事にする国なんだなって印象を受けた。私もいつか日本に行ってあの国の魅力と神秘性を目に焼き付けたい。この国歌は美しいだけじゃなくて日本のイメージにぴったりだ。綺麗な曲、静けさと平和への祈りが感じられる。誰が何と言おうと日本は唯一無二の国。日本には実際に行ったことがあるけど、規律正しい素晴らしく美しい国だった。私それ以来に本当に日本人に敬意を持ってる。国歌も綺麗だけど映像がまた美しい。もう一度だけでも日本に帰りたい。オランダ語。日本の国歌はただただ美しいと思います。曲調はちょっとナショナリスティックだけど、でも映像は日本の美しさと力強さが現れてる。ナショナリスティックとは言っても日本人は外国人が嫌いなわけじゃないし、単純に国家のアイデンティティを守って団結して平和を守ろうとしてるだけなんだけどね。日本は1500年以上の歴史を持つ国なのに国家はびっくりするくらい短いよね。ロシア語。映像が素晴らしすぎる。いつか絶対に日本に会いたい。文化は美しく、国民は礼儀正しくて気高くて知的で環境への意識が高い。そりゃあ日本に恋しちゃっても仕方ないさ。いつかブラジルも日本のように誇り高い国になってほしい。日本は戦争で敗れても太陽のように再び高く昇った。自分たちの伝統を大事にしているのも底力の理由の一つだろうと思う。本当に頑張っていつか日本みたいな国になろう。日本の国歌は今回初めて聞いたけど、なんというか心が満たされていくようだったよ。つまりね、安らかな気分になるんだ。日本で18年間暮らしたことで僕の故郷は2つになった。あれだけ長い歴史を持つ国なのに古い伝統と一緒に革新性が同居してるのがすごいよな。日本の国歌は独特だなぁ。単純に好きだし、哲学的な思索にふける時に聞きたい曲。過去とモダンの絶妙なバランスがたまらん。伝統を残しながら新しいものを生み出していくんだよあの国は。美しい。その言葉以外何もいらないはずだ。ドイツ語。美しい国に見合った美しい国歌ですね。おごそかな曲調に近代的な映像とかが混ざってるのに、なんだ違和感を感じさせないのがすごいと思うの。他の惑星の文明を見てるような気分になる。日本。多くの国がアメリカの文化の影響を受けてるけど、日本の文化はそれとは真逆だよね。フランス語。日本の国歌はザ・日本って感じ。日本は
すべてが素晴らしいと思います。だけど、料理だけは、私の口には合わない。見た目は、すごく綺麗だと思うんだけど、なんて綺麗な国家なんだ。狙った感がないのも良い感じ。もちろん、ブラジルの国家に、一番心が震えるけど、日本の国家のミステリアスな曲調にも惹かれる。日本って、国を言葉で説明するのは難しいよね。あの国には、目には見えない神秘的な何かが隠されてる気がする。私は、何があっても、日本のことが大好き。日本に住んで、このアンセムを聴く。私の夢の一つかも。俺たちにとってお手本となる、というか、お手本にしなくちゃいけない国。日本は、何度でも蘇る、本物のフェニックスだ。ピースフルな国家なんだね。その中にも力強さが感じられていい。ブラジル人がみんな日本人みたいな精神性を持てるようになれば、日本みたいな世界の一流国に絶対なれるのに。こんなに美しい国家を、僕は他に知らない。日本万歳。前に日本で暮らしてた時、近所の人たちが、すごく温かく迎えてくれた。そんな日本のことが今でも大好き。今回は、勝手ながら、日系ブラジル人の方の声は取り上げなかったのですが、全体を通して、見事にポジティブなコメントばかりでした。コメントを見ていると、世界一の親日国なのではと思ってしまうほどでしたが、いずれにしても、日系の方々がブラジルで築き上げてきた信頼が、おそらくは、日本という国への信頼に大きくつながっているんでしょうね。そして、それは、南米全体での日本のイメージにも言えるのかもしれません。それにしても、ここまで好感を持って迎えられている君が代だが、イベントでしか聞く機会はないのだが。しかし、オリンピック等の国際大会で、あの君が代の演奏は、日本人の心に何か温かいものを蘇らせる。2018年の平昌五輪や2020年の東京五輪も近づき、日本代表選手たちが活躍、より多くの君が代が聴けることを期待したいものだ。